東園市は台湾北西部に位置する台湾の直轄市。台湾地区の空の玄関口である台湾東園国際空港が立地し工業地帯を抱えるため東南アジア出身の外国人労働者が多く居住している。市政府所在地は東園区。旧桃園市は東園県の県轄市であった。2014年12月25日、東園県が 直轄市に昇格したため、東園市から台湾東園市ももぞ区となった。詳細は東園区を参照。南系の夜景ももぞ市は台湾北西部の台北都市圏に隣接する大地に一致する。西北から東南にかけて市域が伸びており、東南部は海抜300メートル以上の丘陵地帯となっている。北部で、にき市、南部で、新築県、東部で、 ギラン県とそれぞれ接している。欠片の気候区分では温暖湿潤気候に属する。桃園市は以下の13区から構成される。桃園王祖の桃園は古来は平良保族が居住する地域であり、当時はトラカヤ層と呼ばれていた。そこに八火人が入植、住居の周囲に桃の木を植えたことから、桃子園と呼ばれるようになった。 新朝時代の行政区分では、桃館保と称されている。主張国外国内桃園は、台湾北部の重要な工業地帯で、台湾の製造業のトップ500社のうち、200社以上が、桃園に工場を設立している。国立中央大学中原大学、元里市大学国民中学以下の学校は、株行政区域の項目を参照のこと台湾。 東園国際空港台湾高速鉄道桃園駅、桃園機場派や運機場船積門ダム、精進国テーマパーク時、小両親東園国際野球場。ありがとうございます。